ピアノを弾いていきたいなと思います。ものすごく簡単な得意曲を都庁ピアノでうわーって弾いて、なんだこれは、なんだこれは、え、神様からのお告げ、ラーカンパネラを練習せずに弾きなさい、かっこ3日間、そしてピアノ演奏をする前に筋トレをしなさい。人が集まらなければ帰ってくるな。そんなことありえますか？ラーカンパネラを練習せずに弾きなさい。3日間も。ピアニストにとってラーカンパネラは難しい曲なんです。でも神様は言ってる。練習をするな。そしてブラボーの嵐をつかめ。マジか。やるしかねえな。はい。ピアニストが3日間ラーカンパネラを練習せずに弾いたら人を集めることができるのか、ブラボーを取ることができるのか、そして筋トレをピアノの弾く前にできるのかを、今から神様をぶっ倒していきたいなと思いまっちゃ。皆さん、期待してください。それでは、行ってきましょう。
しまい、僕の心はバクンバクンとバクンバクンとね、緊張を結構したんですけど、さらにちょっとね、今回取材もちょっと入ってて、もうすぐ近くでカメラをパシャリパシャリとねされててね、ちょっとね、僕の中では想像以上に格好つけてしまい、その格好をつけるっていう気持ちとピアノを弾かなければならないという気持ちが混ざってしまい、やっぱりね、集中がね、ちょちょ切れてしまいね、少しずつミスが目立ってしまいました。しかしこのフォルテ練習すれば必ず上手くなると信じてるので、これからもどんどん練習して、さらにクオリティの高いラーカンパネラをね届けていきたいなと思っております。皆さん、僕ね、ラーカンパネラだけを真面目に演奏した動画っていうのがこことここにあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。こちらの方はね、企画とは違ってただ単に弾くみたいな感じのね動画なので、ちょっとね、音質も良くなると思うので、ぜひとも聞いてみてください。今回、ちょっとね、iPhone だけの撮影となってしまい、音質が少し悪かったんですけども、ご了承ください。理由としてはね、マイクを持って行ってたんですけども、機材トラブルにより回っておりませんでした。申し訳ございません。これからは気をつけますので、今後ともお願いしまっちょう。バズるといいな、バズるといいな。俺がついてるぜ、誰よりもずっと。バズってください、バズってください。ああ、バズってください。こんなのな、必要ねえよな。バズってください。ここまで見てくれてありがとうございました。神様、俺はクリアした。次のミッションください。それでは、それまで、さらば、バイバイ。都庁は、まさかのプロテインコーナーがありました。ただね、水が飲める、びっくりだ。よし。プロテイン。マチョ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